खासतौर पर साउथ एशियन जो लोग हैं उनकी मदद कर रही है, जो लॉस और बिला मुआवजा उनकी खिदमत कर रही है। और माजी में इस कंट्री से मैं खुद भी मुस्तफ़ी हो चुका हूँ। जो लोग जापान में गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, ये उनके बहुत ही हमदर्द हैं, उनको भी इंसान समझते हैं, ये चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा हक याद करें। और जो नए कानून आ रहे हैं उसके बारे में हम कुछ 10 मिनट के लिए खातों साहब को तकलीफ देंगे, वो बात करें। मेरा ख्याल से उसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, यहाँ पर तर्जुमा करूँ उर्दू में, टाइम कम है। मैं चाहता हूँ 10 मिनट अगर जयपुर के आसान जयपुर में बात करूँगी, ठीक है? तर्जुमा भी करते हैं, तर्जुमा करके लगा भी चुका हूँ मैं, लेकिन किराया का लगा भी होगा तो ज़्यादा मैं फिर तकलीफ होगा। खाद साहब से खतरा हो तो ज़्यादा ज़्यादा हमारा हुआ तो फिर तर्जुमा まず23周年本当におめでとうございます。私ウルジュ語は分からないですけれども、たくさんの方がラジオ中川さんに感謝してるんだなってことがすごいよく伝わってきました。ウルジュネット3周年本当におめでとうございます。はい、で、入管法についてぜひ皆さんにお話をしてほしいということで、本当に今日はポイントだけ皆さんに伝えたいと思います。まず入管法が変わる日にち、皆さんご存知でしょうか。2012年の7月9日、2012年の7月9日に法律が変わります。で、法律が変わるのはいいことは少なくて、むしろもっと外国人のことをコントロールしようっていうふうに法律が変わります。で、今日ラセル中川さんにここに呼んでもらっているのも、ぜひそのラセル中川さんも皆さんに情報を知ってほしいということで、今日私ここに呼ばれていると思います。で、法律悪くなるけれども、情報インフォメーションが力になります。どうかですね、皆さんも情報をきちんと把握して、情報を分かって、イミグレーションの法律いろいろ悪くなるけれども、負けないでこれからも生活できるように少しだけお話をしますので、ぜひ最後まで聞いてください。まず2012年の7月9から何が変わるか、いろいろとリポート、届け出をしなければいけないことが増えます。例えば住所、アドレスがもし変わったら、必ず今まで住んでいた市役所と新しい市役所両方に届け出を出す必要があります。で、必ず引っ越してから2週間の間に引っ越してから2週間の間に届け出をしないといけないんです。で、そんな面倒くさいっていう人もいるかもしれないけれども、もし届け出をしないと、最悪の場合皆さんのビザが取り消される。90日間ずっと届け出をしなかったら、皆さんのビザもうあげません、キャンセルしますっていうことになるんですね。すごい、だからこれは大きなチェンジだと思うんですね。必ず住所変えたら2週間以内に、自分の住んでいた役所と新しく移る役所に届け出を出すってことが必要です。で、それ以外にもいろいろ変わるんですが、例えば仕事のですね、会社の名前を変えました、会社の住所が変わりました、新しい会社に転職、仕事を変えました、そういう時は必ず2週間以内に、これは入国管理局に行かなきゃいけないんですね。入管に行って届け出をしないといけない。で、もし届け出してないっていうことが分かると、20万円の罰金というふうに新しく決まってるんですね。で、今までみんなそんなに仕事変えるだけで入管にしょっちゅう行ったりリポートしたりってことなかったと思うんだけれども、これも大きいチェンジなので、ぜひこれも覚えておいてほしいですね。で、あともう一つ、ですね、実際その結婚する人もいれば離婚する人もいると思うんですね。で、離婚をした時についてもいろいろと厳しくなるんですね。
もし離婚をしたら、これも同じ2週間以内に